楽に導くいい方法をせっかくだから伝授したい。めちゃめちゃ楽しい。分かったじゃないですか、感動を味わってもらう。Mind but a bit weakest in the nature, but he is thinking really ですね。人間から作る。おぉ実はバタバタバタ。ハロー、そこらへん。Hello there. さあ、始まりました。さあ、カンタロウさんと、はい。何その、すごい嫌な目つき。カンタロウさんと、太田さん。太田です。よろしくお願いします。はい、今回はなんか、カンタロウさん持ち込み企画ということで。持ち込み企画じゃねえよ。あ、そう、はい。インクがないから、ちょっとインクチェンジで。あ、そのインクチェンジ。本当にただインクをチェンジするだけなのか、ちゃんと意味があるのかがわからないっていうね。これが難しい、カンタロウさんの場合は。どっちかわからない。いや、本当に今単にふと見たらインクがなかったんで、このインクチェンジがなんかもう最後のオチに使われるようなことだったら、よし、はい、じゃあ、はい、じゃあ持ち込み企画じゃねえそうお前がやれてたんだから、お前とか言っちゃって、はい、森田先生がやれとおっしゃったんで、はい、ますで前回あれですね、和石と石和の動画の続きということなんで、はいはいはい、でまあ講師がその前の動画でもちょっと言ったかもしれないんだけど、まあ、暗記しちゃっていけばそれはその場で早いですよ、はい、そうですね。でも全部を全部覚えるのは大変だから、うん、俺はなるべく覚える量は少なくしたいっていう派なんで、うんうん、そうですね。で例えば三倍角、はい、三倍角なんかも私動画の中でいちいち導いて使ってると、はいはい、コメント欄に三倍角も覚えてるのかバカとかっていうふうに来るわけですよ、うん、まあでもさすがにね三倍角は覚えちゃいました。三倍角、うん、多分それもなんだってなってると思うんですけど、まあ、じゃあ今からじゃあ、はい、三倍角は覚えちゃってます。はい、じゃあ覚えちゃってるんで社長、じゃあちょっと結論、じゃあコサインのもの、はい、コサインの3倍角大丈夫かな和石石和事件が、いや別に単に覚えちゃってる、はい、覚えちゃってればそこまで結論書けばいいし、覚えてないんだったら導けばいいだけの話なんで、将棋の角は関係ないんですね。シータ、ね、関係ない、はい、シータはもういつもこのにっこり顔みたいなはい、はい、これがまあ3倍角って言ってましたように、はい、3倍の角度は、はい、こういうコサインの三次式で角一つ分はいはい、3個じゃんね、うん、っていう風に表せますよっていうのが3倍角で、俺いちいちこれをね、うん、毎度毎度導いてるんですよ。なるほど。導いて動画撮るときね、うん、とサインの方もさすがに覚えちゃったんだけど、サインの3スイーターは覚えちゃったとか言って確か符号が反対になるんだけどいいんで、これでいいんじゃっけ、プラス3サインスイーター、これ合ってる多分、あ合ってます、てはい大丈夫っていう風に、だからあやふやだから常に心配だからその場で出すのね、うん、でその場で出すって時に例えばコサイン3スイーターを多分太田さんもその場で出せって言われたら一応導けって言われたら、はい、加法定理はじゃあ知ってるものとして導いていいんだったらそういうの抱きますよね、はい、大丈夫です、抱きます、抱きます年取るとね滑舌が悪くなるんだよ、このように加法定理、面白いシータも布の卵割れてるみたいにちょっと確かに記号の書き方が変なんですよ、面白い、あ、そうで、まあ、その続きはいいや、はい、もうめんどくさいから、はい、わかりました。と倍角っていうのも、うん、もちろんそれはもう覚えて使っちゃっていいんで、それを使えばこれがまあコサインの二乗の式になるし、うんうん、この辺も直せるんですよ、うん、っていうふうにして導けるんですね。じゃあ例えばじゃあ3倍角だったら覚えちゃうと、でじゃあ5倍角はって言われたらね、5倍角の公式、これ入試の過去問で私2回見たことあるんだけど、こんなのさすがに覚えてないでしょ。俺も覚えてないけど、覚えてないです。でもまあ導けって言われたらまあ同じようにコサイン3スイーター足す2スイーターで加法定理使えばまた同じようにここが3スイーター2スイーターになるだけね、うん、でそれで3スイーターはこれだとかっつってできるんだけど、これ結構大変なんですよ、うん、なんで俺はこれは使いたくない。コサイン5スイーター5倍角とか3倍角、3倍角も実は俺これでは導かない、ね、楽に導くいい方法をせっかくだから伝授したい。それにはちょっと通算の話も使われるんで、ここからだからレクチャーもちゃんと森田先生にも分かるように説明するつもりなんで、俺通算習ったことないけど、はい、いい40分コースだけどちゃんと聞けよ、頑張って頑張りますって言ってこの瞬間みんな、ね、引いていくかもしれないけどじゃあこれ、二乗定式の解の公式、二乗定式の解の公式を中3の時にみんな丸暗記して覚えてるから、2F のマイナス B プラスマイナスルート懐かしい、B 乗マイナス B、これもね丸暗記して、ね、導き方知らずに丸暗記してるのが 99.9% なんですよ、うんうんうん、だからまあ公式は丸暗記するもんだっていう意識がみんな働いちゃってるもんで、これもちゃんと導きましょう。で埼玉県で実際に公立でこれ導かしたらもうほぼ壊滅状態だったらしいけど、でまあこの時にこの中身の B 次乗マイナス 4AC が負になっちゃうと、中学の時はそういう問題は出しません。負だとね、ルートの中に2乗してマイナス4になるような数ないからね、うん、でもこれをあえて高校2年生で一応習うんですよね、習います、複素数は、はい、ね、で一応高2で i 習うんでね、うん、i っていうのは2乗してマイナス1になる数、はい、こういう i って何の略ですか、何の頭文字ですか、
愛、なんで愛なの？わかんないです、うん、そういったことなのね、別に単なる知識なので、はい、無理です。愛は何の頭文字ですか？インテリジェント。君にはインテリジェンスがない。イマジナリーナンバー。そう、イマジナリーナンバーの愛、想像上の数なんですよ。だそれを虚数と訳してしまったのはね、ちょっとね、日本語としてなんかどうかなと、嘘じゃないんだよ、単なるイマジナリー、想像上の数で、そうすると例えばこの方程式といったら、例えばマイナス1プラスマイナスルート 3i みたいな、はい、このような感じで出るんですね、はい、でこうやって実数と虚数が混じったこういうのを複素数っていうね、複素数、はい、複素数、複素数もなんか和訳として非常に、あ、字間違えた、あれどっちだろう、え、合ってる複数の複に、はい、これを一回知らねえのかよ、往復の複一回書いてね、痛い目だね、複素数、これ、複素数っていう、これも英語を日本語に訳したんだけど、ちょっと訳としては失敗かなっていう気がするなっていうのは、これ素数って、素数って英語なんですか、森田先生、プライムナンバー、プライムナンバーね、プライムナンバーの素数とはこれ全然関係ないんですよ、お元が2つあるよ、味の素の元ね、うん、元が2つあるよっていう意味の複素数で、英語なんて知らないですよ、ジェンですか、そうだから知らないのかよ、なんて英語でわかんないです、コンプレックスなんだ、あ、そんな簡単な、コンプレックスね、複合した、うん、カンタロウさんの性に対するうるさいなコンプレックスナンバーを大事に、元が2つありますよっていうコンプレックスナンバー、はい、コンプレックスナンバーって別に単なる実数も一応複素数は複素数だし、準虚数も複素数ね、うん、別にまあ数全体のことかな、こういった、うん、この複素数習ったのに数2までだと、例えばこれ掛け算するじゃないですか、 2+3i と何でもいいや、 1+2i とか、はい、これ単に掛け算しますよね、ちゃんと聞いてるよ、聞いてますよ、これじゃあ単に掛け算してみてよ、はい、わかりました、プラス、7i i 次乗なので、うん、マイナス4プラス 7i になります、はい、でもこれも単に本当にもう式の展開でこう展開するだけですよ、うん、でまあ大事なのはこの i2 乗が出てきたらマイナス1っていう実数になりますという、ね、定義通りね、 i の2乗はマイナス1だと、でまあだからこういうの慣れてくると実部はいくつかな、虚部はいくつかなっていっぺんにやっちゃう方が暗算は別にあんまり推奨しないんだけども、考え方としては実部いくつかな2で虚部はいくつかなっていうのを先に 6i2 乗からこっちを先にやるって、はい、まあ、別にいいんだよ、これは間違ってるわけじゃないんだけど、計算の仕方としては実部いくつかな2とマイナス6だなでマイナス4、はい、で虚部は 4i と 3i で 7i と、はい、いうことなんだけど、この掛け算が一体ここがあるとどんな意味があるのかといった時に、イマジナリーな想像上の数なんで妄想ばっかしてるだけでなんかイメージわかんないでしょ、うん、なんでイメージしましょうと、イマジン、イマジン、歌い出すで、イマジンしましょうっていうことで大天才ガウスさんぐらいしてるでしょ、ガウスさん、あ、ガウスさん、ガウスさんが複素平面というものを考えて、こっちを、これ単なる X 素平面じゃないですよ、はい、横にリアルナンバーって実部ね、はい、で縦にイマジナリーな虚部というものを取って、はい、例えば 1+2i っていうのを実部が1で虚部が2だから、ここを 1+2i なんていうふうにね、はい、まあ、目で見えるようにしましょう、見える化ってやつですよ、うん、最近よく言う、うん、でこれこういうのって習いました、少しだけ見たことあります、あ、まあ、数字だと多分習わないでいいんだけど、でこうやって見える化すると何がいいのかっていうと、じゃあ 2+3i っていうと 2+3i と、まあ、この辺に来ると、はい、これが 2+3i だと、はい、ちょっと 2+3i 入れとしたらどういうことなのかな、 5+ i ぐらいでいいや、はい、5+i と、じゃあこれもじゃあちょっと 1+2i かける 5+i っていう時に、はい、これだから計算するときに実部が5で虚部がマイナス2ってやって3と、はい、10と1で 11i っていう、まあ実部いくつ虚部いくつっていう風に考えながら計算するといいですよ、で今このできた 3+11i っていうのは、はい、まあ、この辺ですよ、はい、書いちゃったオレンジだからいいや、じゃあ一体ねこの掛け算がいってどこに行っちゃったのかというのを考えるときに、ここで極形式っていうね、はい、これも多分聞いたことないと思うんだけど、極形式 How to say in English、ポーラーフォーム、お、さすが合ってんの、そのまま訳しただけ、さすが、さすがトイック950点、なんで下がったの、あで極形式っていうものがあって、どういうことかっていうと、今じゃあ一般的に言っちゃいますね、一般的に複素数 A、B ってあったら、ここを A たす BI というふうに表現しますって話ね、はい、でこの A たす BI っていうのはこの実軸と角度持ってますよね、はい、角度、じゃあこの角度をアルファとしましょうと、そしたら一応この A たす BI の A と B っていうのはアルファを使って、とあとコーサインサインを使えば表せますよねと、うんうん、でここの長さっていくつですか、この長さは、A、ルート A 次乗プラス B 次乗、うん、ですね、はい、森先生ついてきますか、
うん、なんとか分かんない。三平方の定理。三平方の定理はこの間やったよ。三平方の定理で、ここが横が A で縦が B だから、A 次乗足す B 次乗のルートってやった。で、絶対値って習いましたね。はいはい、例えばマイナス2の絶対距離。何のどっからの0から。0からの距離ね。原点からの距離。なんで、複素数も、この原点からの距離、これを絶対値としましょうと。はい、だから A たす BI の絶対値って言ったら、これの A たす BI の絶対値といったら、ルート A 次乗たす B 次乗。これらでは別にもう数字でも言われれば分かることですね。単なる長さですと。で、この A たす BI、これじゃあ A とこれと B と α とサイン、コサインでどういう形になりますか。はい、A が書いてあるじゃん。わかりました。で、森先生、これついてきますか。ここからは分からない。分からない。はい、じゃあ、コサインの定義は、コサインの定義は、あるから、この場合はこっちが A とこっちが B か。コサインはこれ。でしょ？ C 分の A。だからコサイン α っていうのは C 分の A ってことですね。大丈夫です。で、じゃあこれ、両辺に C を分ければ、CC や、あんまりよくなかったけど、まあいいや。C、コサイン α が A ですね。ここに。まあ大丈夫です。で、今この場合の C がこれっていうだけですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい、大丈夫です、それは。で、だから B も今度サインと同じね。そうすると、この A たす BI っていうのは AB、この辺使えば A っていうのはこれなんだから、ルート A2 乗たす B2 乗、コサイン α、たす I、これですね。I、サイン α。で、今、これ今共通してるから、これくくっちゃえば、たす I、サイン α っていうふうに表せますね。はい、ここまでついていきますか。うん、なんとか。で、これ今単に A っていう数をこれ使っただけ。B っていう数をこれにしただけ、ね、で I がついてるから I をくっつけて、これは共通してるからくくってらっしゃる、ね、じゃあそしたら今度 C たす DI っていうのはこれはもうここの角度ベータとしたらこれの文字が変わっただけだからここ全部 C と D にすればいいだけですね、はい、C たす DI っていうのは C2 乗たす D2 乗括弧コサインベータたす I サインベータというようになるわけね。いいですか。頑張る。はい。で、ここで、じゃあ一旦この一般的な文字で話するんで、A たす BI と C たす DI の掛け算、ちょっとそこに書いてください。はい。A たす BI、たす C たす DI。たすですか、かける。C たす DI をかける。ここ C たす DI でよくて、はい、C たす DI で、はい、で、その次のように、その掛け算の結果を書いてください。さっき言ったことに気をつけながら、ちゃんとさっき言ったこと実部と虚部をもうあらかじめ考えながらっていうことで実部は AC、はい、で BDI2 乗だからマイナスになって BD とで虚部は AD と BC とっていう実部虚部と、うん、じゃあそしたらばこれも虚形式で表せますね、はい、同じこれで、はい、でもちろん角度は何か分かんないから角度ガンマーとしてね、はい、角度ガンマーとしてこれも虚形式で表してみましょう、はい。まあ、なんか計算長いんで別に、はい、ゆっくりどうせ森先生がうまく編集カットしてくれるんではい、わかりました。これを極形式、同じですね、はい、この形、はい、頑張ろう。この間も編集した時は明治大学の数学科出身の講師後ろに置いてながらやったから確認しながら森先生もどうなるのかちょっと頭でちょっと考えてね。頭でこれは別にどんなことをすればいいのかなっていうことぐらい考えてね、うん、今だから A たす BI はこのルートの中っていうのはルートの中っていうのはこれの2乗とこれの2乗の和でしょ。あそこで言うなら今太田さんが言ったことわかる。この方法もちろんこのこちらのまずルート今だからこことここはイコールで今結んでないからね。そのエラーはここにイコールじゃなくて今覚え書きとしてこの計算をしてるでしょ。はい、はい、そうですね。ああ、なるほどなるほど、うん、一応カッコつけた。これもね、うん、ついてるか。はい、あ、ここに2つなってる。書いてあるんですけどね。いや、ちょっと B2 乗 D2 乗。あ、そうだそうだ、うん、ああ、ありがとうございます。書いてんじゃないの、これ上にもらう。あ、そう書いてあったんですか。あら、まあ、ごめんなさい、邪魔で。いえいえ、そう書いてあったね。 A 次乗、C 次乗、プラス B 次乗、これも中学生でやる範囲でしょ、これ。単に2乗して展開してるだけだから、ね、A 次乗、D 次乗となります。が今、このルートの中身の計算したのね、はい、ルートの中身だけね、はい、でその出てきた式、これなんとかならない。これを簡略化しろってことですか。っていうか、まあ、なんか綺麗な格好になりそうな雰囲気ない。よし、やります。いや、あんざんでちょっと合ってます。合ってる。あんざんでちょっと、はい、途中一行欲しい人にとっては A 次乗でくくれば C 次乗と D 次乗、はい、
で B 字上で膨ればやっぱり C 字上と D 字上なんでこれ共通因数なんでまたこれで膨ればこうなります、はいはいはい、大丈夫これだってちゃんとやってますからついてきてね。じゃあそしたら今これ大沢さん何したかというと一生懸命このこっちでいう簡単な A 字上足す B 字上を計算しました、はい、ってことはこれを今直径式で書いたらっていうことで次これとこれはイコールで結べたらこれを使ってこんなような格好、はい、で角度は頑張ってたからね、はい、はい、できましたね。これ何やったかちょっともう一回ちょっと復習するよ。今複素数っていうものはイマジナリーで見えづらいから複素平面っていうものを用意して横に実数の実軸縦に虚数の虚軸というものを取って A たす BI っていう数は実部が A 虚部が B でまあここと。でそうすると E 大丈夫で A たす BI っていうのは実数と同じように原点からの距離を絶対値とすると長さはルート A 字上たす B 上です。でこの角度を使って表せばこのようにポーラーフォームで表せると C たす DI はもちろん文字が違うだけでこのように表せます。この掛け算をしましたと今こっちで掛け算しましたね、はい、こっちで掛け算したらこのようになりましたというそこなんで今、うん、で今じゃあ A 足す BI 足す C 足す DI ってのはこの掛け算でもあるわけですね。はい、この掛け算なるべく G ちっちゃくしてもらって、はい、この下にこの掛け算書いてもらう。これ掛けこれたこれ掛けこれたかも、ね、はい書きます。はい、これ展開した方がいいですかね。あ、これもう掛け算さ、さっき言ったようにこれとこれの掛け算って、はい、実部はいくつ、虚部はいくつってことを考えながらやると、ね、OK でしょ。あ、そうですね。あ、2型だ、2型だ、別に開業して構わない、はい、開業した方が多分掛ける。あ、じゃあ掛ける、これ掛ける、はい、掛ける、うん、やばい、行が足りないいいよ、そしたらそのでプラスプラスはい、うわー、お楽しい楽しい、うん、楽しく感じてもらえればすごくいいです。よし、へえ。で、これで一応できましたね。はい、これとこれかけたものがこれ、はい、でさっき言ったように実部と虚部は意識してってんで実部はこれとこれの掛け算で i に異常が出てくれば実部なんでこれとこれの掛け算でマイナスで虚部はこれとこれの掛け算これとこれの掛け算とがこれと、はい、で、これ見て何か感じませんかと。カホ定理ですね。カホ定理なんですよ、これ、はい、コスモス、コスモス、最多最多っていう。あー、はい、はい、で、こっちも最多コスモス、コスモス、最多最多カホ定理なんですよ、うん、ってことは、この式はイコールイコールルート、はい、これで、こっち側はどうなってるかというとはい、書きますね。コサインアルファプラスベータ、うん、プラス i サインアルファベータ。そうですね、はい。で、これっていうのは今、ここの中身がこれね、今もうめんどくさいから書いてる、はい、この絵と見比べてどうですか。これを見比べて思うのは、まずこの2つの式っていうのが角度分も足されているっていうことと、うん、その掛け算も同じになるの で、ね、実質 A プラス BI かける C プラス DI っていうのが表せるっていうことが、要するにこれ長さですよね。もう大丈夫ですよ、そこは長さ、長さ、長さと長さをかけて、長さと長さをかけて、で、出てきた角度ガンマっていうのはこれ足してますねと。はい、っていうことは複素数の掛け算っていうのは大きさと大きさをかけて角度は足してるんだと。だからさっきの計算も実は新しく出てきたこの数っていうのはこのアルファとベータを足した角度、うん、で長さはかけたものになってますよっていうのは中学1年の時にマイナス 2×マイナス 3習ったよね。はい、これいくつ、うん、いや分かる、それは分かるわプラス6だよ、ね、言っちゃったとかしなくていい、分かるプラス6だよね別になんでっていう証明にはなってなくて、実はこれマイナスかけるマイナスがプラスってのはこの辺のどっかで使っちゃってるから、はい、マイナスかけるマイナスがプラスの証明じゃないです。この辺にどっか絶対マイナスかけるマイナスがプラスをどこら辺かで使ってるからね、うんうん、だけどこれよく考えてください。マイナス2っていうのは長さが2、角度は180度でしょ。はい、あっち側ね、うんうん、で、足す i サイン180度、うんうん、これ例だからね。そうです、単にマイナス1と交換もできるわけね、うん、直径式で書けば、うん、でマイナス3は同じく大きさが3、コサイン180度足す i サイン180度で複素数の掛け算っていうのは大きさと大きさをかけて6、角度は足してね、コサイン360度はいくつですか。コサイン360度なの。コサイン360度、コサインっていうのはこういう単位円のこういう単位円の X 座標をコサインにして、うん、360度はここ、
何にもないってこと？何もない。ここいく単位にこの x 座標って1、0みたいな。だから1なんだよ、うん、コサイン3でくる、うん、だから6なの。ちゃんとマイナスとマイナスをかけるとちゃんとプラス6になるのは、大きさと大きさをかけて角度は足すっていうこの複素数の掛け算からも示せますよ、示すっていうわけだよね、うん、ね、納得いくねって話なの。納得いく、うん、これでうーっと思ってくんない時点でちょっと悲しいんだけどね。うーっと思ってくれたでしょ。はい、ね、でも僕らはちゃんとうーっと思ってくれた。前に見てるから、こういう動画は。で、そこで、じゃあ今、複素数の掛け算は、大きさと大きさをかけて角度は足すということが分かったね、たくみさんの動画でもあったよ。マイナスとマイナスはなぜ、そうそう、高さがかって。で、そうするとね、ドゥ・マーブルの定理ってのがあるんだけど、コサインセーター足す、アイサインセーターの N 乗っていうのは、はい、これ、今、大きさと大きさをかけて角度は足すっていう結論から、これ実は明らかなんだよ。今この複素数っていうのはコスタスサインアイサインシータだから、大きさいつですか？ 1ですよね、はい、っていうのは長さは実部の2乗と虚部の数の2乗の足し算のルートだから、うん、もう一度ですけど、これいくつ？コサイン2乗プラスサイン2乗シータ。知らんこれをまた証明することになると、三平方の定理まで戻ってきちゃうんで、まあいいや、これ1なんですよ。うん、あ、森先生これにもついてこらんねんじゃん、もう、まあ、いいや、もう見捨てよう。知らない、スポイルよ、スポイル、スポイルじゃねえよ、ちょっと待って、甘やかすだわ、それダメにする、アバンダン、アバンダンね、そうアバンダン、アバンダンだと諦めるってやつね、アバンダンだよ、あの君はアバンダン。これ1なの？あ、これ大きさ1です。で、ってことはこれを何回もかけるっていうのは、大きさと大きさをかけるってことは、大きさはいつまでたってもずっと1です、ね、で、角度は足すってことは、コサイン N シータプラス i sin n θ になります。で、これがドゥ・マーブルの定理って言って、だから大きさと大きさをかけて角度を渡すってことが今証明されたらば、これはもう明らかなことです。で、そこでなんですよ、そこでやっと3倍角、5倍角の話になってくる。で、パスカルの三角形で知ってます？はい、わかります。どんなやつですか？1、1、2、1、1、3、3、1、それ使うで、じゃあ、5まで書いちゃって、はい、大きさがちっちゃくてちょうどいい。よかった、あんまり場所を使われると困っちゃったんだよ。はい、こうなります、はい、これパスカルの三角形っていうのは、二項展開って言って、はい、A たす B の何とか乗って時にコンビネーションで出てくるの係数です。例えばこれが5乗だったら、5乗だったら A の5乗で、次がプラス 5A の4乗 B で、次がプラス 10A の3乗 B の2乗、10の A の2乗 B の3乗プラス 5AB の4乗足す B の5乗っていう、この係数を簡単に求めるのがこれパスカルの三角形、考える足であるの？そう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 。Mind but a read weakest in the nature but he the thinking read ってやつね。感性、考えるですね、フランス語で。こぎ取りに動すむ。あ、それはそれは割ると I think therefore I am there. I think therefore I am。 そうするとさっきの三倍角の公式は、はい、コサインセーター足す I サインセーターの3乗は、これ使えばコサイン3セーター足す i サイン3セーターですよね。はい、じゃあ今知りたいのはコサイン3セーターがどうなってるかっていうのは、これをごく普通に展開した時の実部なんですよ。え、でしょ、だってこれで普通に展開すれば実部と実部と虚部、そうですね、でしょ、で、こっちが実部でこっちが虚部ですよと。うんうんうん、ってことはこれを普通に展開したものを書いてみてください。わかりました。まずとりあえず一旦ごく普通に、まあ三乗だったら別にパスカルの三角形使わなくても、三乗シーター、これ今関係ないからね、はい、単にこれ展開するだけ。パスカル数学前に言ってたんですね。だって哲学者と数学者は昔イコールだからね。ああ、なるほど、うん、哲学の論理がマイナスサインスペースがサイン三乗シーター、すごい汚くなって申し訳ないです。ちょっと待って、もう一回確認して、最初はってね、コス三乗シーターね、あ、いやいやすいません、間違えました最後、うん、こいつが間違え、勉強でした、うん、アイサイン三乗シーターです。そうですね、はい、はい、で、じゃあ実物と虚部に分けちゃって、はい、分けちゃいます。こっちが軸粒で、虚部が最三乗シーターと、マイナス3、これもちょっと違うかな、あ、事情でした、はい、あ、恥ずかしい。まあ別にちょっとしたうっかりは誰でもある、よかったよ。
やってる時に気づけばいいだけですって、まあ、俺とか気づくまあでもやってるうちにあれをちょっとおかしいって気づけるような間違いだから コサインヒーターで、で胸部の方が、うん、マイナスサイン三乗シーター、ここもどっちかの実数が違うんじゃないか、あ、まあ、三写し忘れ、写し間違いね、二乗シーター、コサイン、うん、はい、はい、こうなります。で、じゃあ、こっちだけ、要するにこれをあとこのサイン2乗をコスに変えればいいだけですね。はい、じゃあこっちだけ、ちょっと行かイコールで結ばずに、はい、コスシーターで1マイナスコサイン2乗シーターになるので、うん、すごい、こんな方法がめちゃめちゃ画期的で楽しいです。画期的な、画期的な、画期的っていうか、ごめんなさい、この方が3を知らなかった人間からすると、おぉまた同じ過ちを何度も、ごめんなさい、こっちはメインの でね、どうしよう、そうするとはね、これさっきの5倍角もこのパスカルの三角形で実部になるところ丸つけてもらっていいですか、もう大体そうするでしょ、実部になるところって上から順番でいいですから、別に今例えばこれだったら実部、どこが実部になりました、なったのはここと、うん、丸つけちゃっていい、こことここですよ、はい、じゃあ次だったら、次だったら実務になるのは、こう、そうか、あ、違う奇数が実務、こうと、こう、大丈夫か、そうですね、はい、で、5倍角だ、5乗だったら実務になるのはその部分ですよね、はい、で、何乗かも、これ、今、ドゥマーブルの定理でコスシータ足すアイサインシータを今5倍角知りたければこれを5乗すれば、はい、コス5シータ足すアイサイン5シータになって、コス5シータっていうのはこれの実部と、はい、ってことはこれでいうところのこことこことここ、はい、コスの乗数とサインの乗数もちょっと覚え書きで、ここコス何乗、コスの5乗ですよね、ここはコス何乗でサイン何乗、ここはコス3乗で、うん、サイン2乗です、でしょ、サイン10でしょ、で、はい、ここがコス1、うん、サイン4ですね、で、あとはじゃあ係数とこれを気をつけて書けばコス5セータ出ちゃいます、じゃあ一応もうせっかくだから最後まで求めましょうか、はい、めちゃめちゃ楽しい、よかったじゃないですか、感動を味わってもらって、あ、本当に坊ちゃんの時はで、いっぺんにやらずに、まあ、順番にいいんで、慌てず間違えないように、いや、楽しいです、プラスとマイナスの方は言わないから、プラスとマイナスの間違いもしないようにしてね、あ、そうだ、そう、今、全部プラスにならないんで、ね、そうですね、ここを見ればいいやん、マイナスだ、そうですね、I の2乗入ってるから、これ、要するに I を2乗してるからね、だからマイナスになる、そうですね、マイナスつけばいいね、マイナスで、で、次はプラスで平気だ、まだ4乗だからね、はい、I の4乗はいくつですか、 I の4乗はマイナス1かけるマイナス1、うん、だから1、いや、I の4乗ね、プラス1だからね、君には I が足りない I のない人間、トロさんがマイナスじゃないですか、まあ最後ちょっとめんどくさいけどね、めんどくさいな、めんどくさいけど、まあ、しょうがない、これも我慢して二乗の二乗にするしかないですよ、ね、どうしよう、加法定理使って解いた方がいいですか、別にだってこれってまずそもそもサイン二乗はサイン二乗シータ1マイナスコサイン二乗シータ、あーそうですね、それですね、あー仕方ない、これぐらいはまあ我慢しない、じゃあもうここ展開しちゃったのか、うんと、まあ慌てずやってもいいし別にでいいね、で、コサイン二乗シータ、でじゃあまあ次数順に、もうあとは次数順にでね、まず5乗は25ライン5乗シータ、ここはね、5乗はこことプラス10とプラス1、10、10なんで21か、21って数なんか違和感ない、俺も結論知らないんで、間違えてるかな、10と合ってるのかな、ここ5乗になるんですよ、うん、5乗先生、5乗はプラス10と、ここ5じゃなかったっけ、あ、すいませんでした、大丈夫、俺最強だから、こういうのは知らないんだよね、カンタロさん、だから、16ならなかった気がする、で、次が4時はないはずだからね、3ですので、マイナス10、さらに3乗シーター、3乗こいなんじゃないの、あ、もう、よし、マイナス10、マイナス10なんで、マイナス20、うん、で、あと1時あるよね、
1時だけです。プラス5コサインシータ、うん、はい、できました。はい、多分合ってるでしょうということで、5倍角もこうして求めると結構楽に楽しく求められるんじゃないですか。でさっきの多分コス3シーター足す2シーターだとこれすごい結構大変なことなんですね。結構めんどくさい。コスの字がすげえ、うん、はい、ということで、じゃあ一応これでおしまいです。おお、じゃあできた。じゃあ楽しかったです。お、楽しかったってもよかったじゃないですか、はい、これで、こうやってね、こうやって、ね、楽しいなって思えるのがいいんじゃないかなと、数学の。なるほど、ね、ただ単にこれ、はい、暗記覚えろ、うん、って言うんじゃ嫌だよね。なるほど。まして5倍角の公式まず滅多に使わないんで、そうですね、こんなものを無理やり暗記してね、まあもしかしたら合ってなかったらどうしようだけど、まあ多分合ってると思うんで、合ってなかったら炎上まあ訂正してる、はい、あの和籍的は、ね、結論は覚えてないんでしょう、はい、ということで、じゃあ2人のカップルチャンネルを立ち上げるということで、そんなことなくのお願いします、はい、じゃあ受験頑張ってください。カップルじゃないやった、親子だった親子ですね、はい、お父さんですね、はい、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ありがとうございました。編集する自分の手間が怖いわ。